はい、こんにちは。今日は上から目線の正体って一体何っていう話をしていきます。どうでしょう、皆さんの周りにも上から目線でこいつなんか言い方がものすごくムカつくなっていう人っていません？はい、で私もなんか、私逆にですね、お前なんでそんな上から目線なんみたいなことをこう言われたりしたんですが、まあ、今日はその僕が上から目線だって言われたっていうのとはまた別の話です。僕の上から目線の正体っていうのは、その上から目線だねって言ってくるやつの単なるカースト、要は階級を意識した単なる嫉妬っていう話なんですけど、今日はですね、そういうその階級云々とかっていうのじゃなくて、その上から目線だなって思われている人たちが、そいつら自身がですね、すごく損をしているというので、それは一体なんでなのかっていうのを、紹介していきたいと思います。で、例えばですけど、皆さん自身が新人ですね、で、まあ、例えば会社の新人だったとしましょうよ。そしたらその上から目線のやつがですね、会議が終わったらホワイトボードお前ら消しとけよみたいなさ、なんで新人がやらなくちゃいけないんだって、新人はそういうしきたりなんだよみたいな感じで言われたりとか、あるいは、友達からですね、お前さもっと効率いい勉強したらいいんじゃないみたいな感じで、まあ、その人が頭いいか悪いか別としてですよっていうようなことをですね、こう言われたりとかみたいなですね、ホワイトボード消しとけよとか、勉強もっと効率よくやるよみたいなことをこう言われたりとか、したことってないでしょうかってね。で、実はですね、その上から目線の、正体っていうのはですね、正体じゃない、上から目線でそういう風な指摘をしてくるような人たちっていうのを、なんかあなた上から目線ですよねっていうことを指摘したところでやつら治らないんですよ、残念ながら。で、怒ったところで治らないですし、こちらが反応しても意味がないというところで、なんでかっていうと、それって彼らがどういう意識を向けているかっていうものではなくて、単純にですね、言語能力が低いっていうことが実は正体だったんですよ。上から目線のやつらの正体っていうのは実は言語能力が低いと、つまりもっと端的な言葉で言うとバカな人たちなんですよね。で、なんでっていうことを言うと、同じことでも違う言い方をすれば上から目線だな、嫌なやつだなって思われずに済むにもかかわらず、そういう言い方しかできないということはもうここまでいったら分かりますよね。はい、言語能力が低いと、さっき言った通りです。もっと端的な言い方をすると、そう、バカなんです。はい、というところですね。はい、じゃあ例えばホワイトボードはどう言ったらいいかと、ホワイトボード消しとけよじゃなくて、ちょっとホワイトボード消すの手伝ってもらってもいいかなっていう言い方をされたら、皆さんどう受け止めます？はい、手伝ってってことは、他にもこの人何かやることがあるんだな、じゃあホワイトボードくらいは僕がやっとこうかな、私がやっとこうかなっていうふうに思えたりするじゃないですか。はい、だから一方で、もっと効率のいい勉強をしろよみたいな言い方をするんじゃなくて、もっとこう一生懸命頑張ってるから勉強するのも効率よくできたらいいよねみたいな感じで、こうちょっと応援するような気持ちでこう言われたらどう思います？あ、こいつもなんか俺のこと気遣ってくれてるし、もっと勉強頑張らなくちゃいけないなっていう風な、やっぱりこう鼓舞につながってくるじゃないですか。でも、お前もっと効率よく勉強しろよみたいな言い方をされたら、ムカーってくるじゃないですか。そうなんですよ。でもそういうやつらに限って、お前こそもっと言葉の使い方勉強したらとか、もっとその英語能力磨いたらっていう風にこうそっと思ってあげてください。言わなくていいですよ。そういう人たちっていうのは、言い方一つで相手の受け止め方が変わるっていうことを分からずにですね、相手のモチベーションを下げたりとか怒らせるようなことを言い方をしてるっていう、していて、結果的に人が離れていってしまうっていう負のスパイラルっていうのを気づいてない残念な人たちっていうところですので、逆に皆さんが思うのは、わあこの人損してるなっていう、まあ同情っていうところかなというふうに思います。で、反対にですね、自分たちがそういう発言になっていないのかっていうことにはやはり注意しなくてはいけないですし、やっぱりそのコミュニケーションっていうのは、自分が伝えたいことを一方的に伝えるっていうものではなくって、相手がどう受け止めるかっていうのが最終決着点、まあ、ゴールっていうところですね、っていうことを、気づいておいていただく必要があるというような、まあ、今日はお話でありました。はい、ということで、まあ、やっぱり言い方ってなかなか難しかったりするところもありますし、単純にその上から目線の人たちっていうのが、今言ったような言語能力が低い人たちっていうものでばかりではなくてですね、逆にその
人間に順位付けをしたりとかっていうものに極端に意識が向けて意識がその向けられている人たちっていうのも言われたりしてますか、いたりもしますから、あなたがもし上から目線だよねっていうことを指摘を受けた時に自分の発言を見直してどう考えてもそうじゃないなっていう場合は、その指摘してきた相手っていうのが単にその、カースト、要は、階級とか順位とかに気にしている、一番その上から目線に、気にしている、ちょっとまあ残念な人たちっていうふうに思ってあげるということです。逆にですね、そういう人たちっていうのはその上から目線でやるって指摘をしておきながら自分が上だからこそそういう発言が出てくるっていうこともあったりしますんで、まあこの2種類があるということで、今日は締めくくってまいりたいと思います。ということで本日の動画は以上となります。上から目線でですね、皆さんが逆にそう感じるなって思う人がもしいらっしゃっているとすれば、まあハムするんじゃなくて残念な人なんだなっていうふうに思ってあげるといいでしょう。ということで本日の動画は以上とします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。